こんにちは。第73世竹野内俊介、竹内睦弘です。今日は第105代天皇、後奈良天皇です。後奈良天皇ってピンとこないと思いますが、後とつくからには奈良天皇がいたはずだということなんですが、実は奈良天皇というのは平城天皇のことです。平城京に都を元にした平城天皇のことです。後奈良天皇は、1526に即位してます。将軍が足利義晴です。将軍から名前をもらうということで、義晴の晴という名前をもらった人がいます。武田晴信です。武田晴信というのは武田信玄の本名です。そして1500年代、ポルトガル人が台湾島に漂着します。鉄砲伝来です。谷島の漁師は鉄砲を2丁買いました。かなり高い金で鉄砲2丁買いました。これが日本が外国に、占領できないようになった、原因とも言えます。もうこういう人の銅像でも建てたいと思ったら、ちゃんと銅像建ってました。種子島時高っていう人ですね。高っていう字は難しいんですけど、種子島時高。まさに時を見たんですよ。まさに時を見たんですよ。1543です。そして、以後よく来るキリシタン。以後よく来るキリシタンで。フランシスコ・ザビルが種子島に来てキリスト教を伝来します。以後よく来るキリシタン、ザビルです。ということで、意外と種子島って最先端だったんですよ。今でもロケット基地は種子島にあるじゃないですか。日本のロケット基地は意外と最先端なんですよ。そして将軍は足利義輝に変わります。将軍義輝についてはまた語ることもあると思いますが、この時川中島の決戦があります。上杉謙信対竹谷信玄です。上杉謙信は霧隠れの戦法で霧の中から攻めていき、そして竹谷信玄は座っているところに突っ込んできました。上杉謙信が、そして謙信が来て、信玄が座ってて、謙信が竹谷信玄にヒョンヒョンヒョンって三当てて、信玄も軍配を持ってパンパンパンって返すんです。そして謙信は後ろから信玄軍が助けに来たんで、チッって言いながら帰っていったんですが、もう謙信のヒュンヒュンヒュンで信玄のパンパンパン、直接対決です。あれは素晴らしいと思います。そして将軍足利義輝は、後殺されるんですが、この時第13代将軍です。松永男女に殺されてます。うち実は縁戚関係なんですけどね。松永男女は義輝を殺します。伊賀忍者数十人、甲賀忍者も数十人と、伊賀甲賀連合の忍者を使って殺しに行きました。そしたら足利義輝は屋敷の前にバン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 って持ってた太刀を全部刺して、そして全員を切り殺しまくった。吉浦はその時公家の格好をしてました。狩犬姿です。盾を押し狩犬で、で太刀を全部刺して、一人か二人しか殺さないんですよ、油がつくから。
だからいっぱい立てて持ってた太刀を。で、部下に全員逃げろって命令しました。家臣に全員逃げろって。もう来たやつ全部切るからって。全員逃げろって命令をしたんです。足利義輝は。将軍足利義輝は。13代将軍は。そして、切って切って切りまくりました。全部切りまくりました。伊賀忍者、甲賀忍者も切られました。想像できますか？その時は公家の格好をしてるんですよ。顔は白化粧して、口紅に塗ってたんですよ。口紅に塗ってて、白化粧で、公家の格好で、忍者切り殺しまくってるんですよ。それが13代将軍足利義輝の最後でした。23人殺したと一人で言われてます。家臣は全員逃がしました。先にお前ら絶対逃げろって、目の前にいるやつは全部切るって言ってるわ。一応征夷大将軍だけありますね。お公家さんの格好をして忍者や武士切り殺しまくったんですから。それではまた次回、五の丸天皇でした。さえも捨てて帰り見ないなら、君の中の日本文化に気づき、鏡の中を